Hey guys, thanks for checking out Chris's room. 今日はね、LINE の Q&A を答えていきたいと思います。はじめまして、中2の男子です。僕は自分に自信がありません。人の目を気にしてしまいます。親友でもこの人は俺のことを嫌ってるのかなとか、そういう嫌っているような仕草はしていないのに、そう感じることがあります。彼女に対しても僕のことが好きなのかって思ってしまい、毎日悩んでいます。どうすれば良いでしょうか？ Alright. まずね、人の目線を気にするっていうのは意外とすぐ治ることなんですよ。人の目線を気にするっていうのは、実はそれはただ単の感情、そう考え始めていただきたいのね。ね、例えばね、この間駅歩いてたわけよ。そしたらさ、なんかさ、おっさんがさ、こうやってガンつけてるわけよ。ずっと見てるわけよ。なんだよ。で、俺もなんかちょっとガン返してさ、さっさっさって一時駅出ようとして階段上がってたら、パパパパパーってね、足の音が聞こえて、そのおっさんがニコニコしてさ、ね、クリスですかみたいな感じで、あ、クリスですって言ってさ、ただ単のファンだったんだよ。で、全然おっさんじゃなくて、その時にはもう一瞬でお兄さんに変わったんだけど、ね、だから、このガン付けで、うわーって、この人何私、僕のこと嫌ってんじゃないかっていうのは、勘違いだったんだよね。だから、友達の目線を気にしている、彼女の目線を気にしているっていうのはマジ勘違いの場合が超高いんだよ。ちゅうかもうほぼ勘違いだと思うんだよ。で、そのそう感じたら、まずナンバーワンね、ステップワンは気づくことなんだよ、ね、あ、今あの感情がまた来てるなって、 Alright?この事実じゃないかもっていう感情が来てるなって、その感情は事実じゃないかもしれないけど、事実なのはあなたにはその感情が本当だって思ってる癖があるんだよ。それが事実なんだよ。わかる？この感情が本当だって思ってね、で落ち込んじゃうとか、でそのためにやりたい行動が取れないね、それが事実なんだよ。だからこの感情は間違いなくあなたにエフェクトをしてるんだよ、right? それは事実なんだよね。でもその感情が言ってることが本当かっていうのは事実じゃない可能性がめっちゃ高いんだよ。だからその嫌われるかもっていう、人の目線を気にするかもっていうのが自分の行動を変えてるんだよね。で、自分の行動が変わっちゃうと、これが1年2年3年4年5年10年20年30年やると、自分の人生がすっごい行きたくないところに行っちゃうわけよ。なのでこういうメンタルトレーニングで、この感情って本当なのかっていうのを、ね、確かめることは超大切なことなんだよ。で、これからちょっとメンタルトレーニングの2つだけ紹介するね。1つは、全ての感情っていうのは波で来るんだよ、ね、たまにはバーンってきて、うわー超ピークして怖いと思うかもしれないけど、ね、ちょっと待ってると収まってくるんだよ。これはタバコを吸ってる人はよく知ってると思うんだけど、ね、タバコ吸いたいってなるんだよね、タバコ吸う人は。で、タバコ吸いたいって言って我慢して我慢して我慢して何分か経ってるとまた収まってくるんだよ。同じように、やっべえこの人僕のこと嫌ってるかも、わーってなってるのは、ちょっと我慢して待ってると実は必ず収まってくるんだよね。その恐怖がかかってきてる時はやっべえパニックって思っちゃうけど、実は Nothing lasts forever、ね、永遠に続かないんだよ。もう一つ、この恐怖の波が来る時に、ね、自分の頭の中でこの恐怖について会話をすると、もっと長くその感情が残るんですよ。どういうことかっていうと、さっきのタバコの例にするんだけど、タバコ吸いたいなーって、このタバコ吸いたいって感情が来るときに、いやでもお前、俺やめたんだからやめた、パッってやると、もうそれで終わりみたいな感じなんだよ、ね、なので、ね、もし自分の彼女が目の前にいて、ちょっと彼女がキュッっていう、なんか自分がいつも気になっちゃうね、顔を彼女が出してきて、心がゾクってなっちゃって、あ、やべえ彼女本当に私のこと僕のこと好きじゃないかもと思った瞬間に、あ、これはクリスがこの間言ってたただ単の感情やん、
みたいな考えで、よしこの感情を考えるやめよ、パッってできたら終わりなんだよ、それで。でも、ね、あ、この本当に彼女私のこと好きなのかな、僕のこと好きなのか、だって今の見方はこういう感じだったよって、こういう風にやってるとその感情は長く持つんですよ、right? 5秒のルールもそうでしょ、ね、ジムに行かないといけない、あーでもジム行こうかな、いやーでも明日でもいいんじゃないかな、ちょっとスケジュール入れて今日ちょっとスキップして再来週で、あーどうしようかって考えると、ジムに行かないといけないっていう劣等感というか罪悪感は、ね、続くんだよ。ジムに行かないといけないって、パン5432バーンって、はい終わり、考えるの終わりって言って行動やっちゃうと、もうその感情はなしになるでしょ。同じような話なんだよ。だからなんか変なのが来たら、これ感情やんと思ってパンってスパってやっちゃうのがベストなんだけど、まあ、そこまで行くのはちょっとね、正直言ってジャーナリングのワークとか、もうちょっと恐怖のワークとかをやっていくとできるようになるんですけれども、それを目指していきましょう。 All right? なので今日のポイントは、まず、ね、恐怖と事実は異なることがある。今感じていることはただ単の感情の可能性が超高いんだよね。なのでまずこれは感情だって気づくことで、その感情を長く頭の中で考えるともっと長持ちします。で逆に、うわー来たと思ってちょっと我慢してて、あんまり考えようにしようとするって収まってきます。Alright? それを忘れないでください。Alright? で、メンタルトレーニングをうまくなる条件は、自分がダメな人だって、だ俺ダメなんだって思っちゃ絶対ダメなの。Alright? なぜかというと、自分がダメだって思うことができるんだったら、あなたは他の人がダメだって思うこともできるわけよ。で、事実はあなたはダメじゃないんだよ。事実は誰もダメな人はいないんだよ。事実はみんな、しょっちゅうミスしまくってるわけよっていうところなんだよ、ね、ミスをしてるからその人がダメなんかっていうことじゃないんだよ。ただ単のミスをしたっていうことなんだよ。でミスをしたって気づいて、どんまいどんまいってやってあげる、このプロセスがメンタルトレーニングの上級者になっていくために必ず必要なスキルなんだよね。っていうことなので、もし怒っちゃったとか何かやっちゃったら、自分を責めない、どんまいどんまいでちょっとストップしていきましょう。 So that's my advice to you、okay? でもちろんこれプラス、ね、もう一つのワークは、なぜ人の目線を気にするかっていうのを知らないといけないわけよ。でそれはあなたは実は勘違いをしているのね。人の目線を気にしている、なんであなたは人の目線を気にしているの、ね、ね、ここをつかまないといけないんだけど、ちょっとこれは別のワークでやりましょう。ちょっと間に合ったら下にビデオのリンクつけるから、そこでちょっとワークシートと時間を用意して、どうやってそれをもう本当に外していくのか、自分が思っている不安と事実は全然違うっていうのが、これが理解すると、これを理解することができると、人の目線なんて全然大丈夫なんだよ。真実に気づくから。それは相手も人で、自分も人で、愛があるっていう真実にたどり着くと、もうそういう目線の恐怖とかなくなるんだよ。お互い仲間だっていうところにたどり着くことができるから、考えが、Alright? でプラスジャーナルやらないといけないんだよ。毎週のジャーナル、できれば毎日のジャーナルで、毎月のジャーナルで、今週あった恐怖は何だろうって言って、どうやってその恐怖は自分の人生にいつも、ね、出てるんだって、あなたがメンタルトレーニングをできるようになると、ね、他の人たちの人生が楽になるぜ。そこに答えがある。 Alright you guys, I love you guys, and I will see you next week. ありがとう、じゃあねー。